ゲーム業界フラッシュバックニュース。このコーナーはゲーム業界で起こった出来事を独占映像とともにさらに深く鋭く掘り下げてお送りするゲーム業界専門のニュース番組です。カプコンとフラグシップが主催する新作発表会が4月11日に都内で行われました。当日は注目の新作が発表され、あのクロックタワーの最新作をプレイステーション2で発売することも発表。そしてなんと同ゲームの監督である深作欣二氏も会場に駆けつけてくれました。ゲームという世界が、私まだ未経験でして、いくつになっても初体験というのは心躍るものとしてね。日本を代表する映画監督が手掛けるとあって期待感は高まるばかりです。セガが主催するイベントゲームジャムが4月14、15の2日間お台場のゼップ東京で行われました。会場には全36タイトルものドリームキャスト用ソフトが出展され、なんと会場前から500人以上もの行列ができるほどの盛況ぶりでした。Xbox など各ハードへの参入も発表し、勢いに乗るセガの動きから目が離せません。プレイステーション2ユーザー期待のレースゲームグランツーリスモ3 A スペックの完成記念パーティーが4月17日東京恵比寿で開催されました。発売前に一足早くプレイしようと体験コーナーには黒山の人だかりができ、その期待の高さが伺えました。大型スクリーンに映し出されたゲーム画面の迫力に会場内からはため息が漏れるほど。そしてステージにはプロデューサーの山内も登場。今後もですね、もっともっとすごいものを、作りたいと思っています。アイデアもあります。ですから、今後ともですね、ぜひ、応援を、してください。よろしくお願いします。早くも次回作が期待されます。サードパーティーも発表され、その全貌が少しずつ明らかになってきた Xbox。 今回はその Xbox に詳しいというファミ通 DC 編集長相沢浩二氏に話を聞いてみました。Xbox はまずグラフィック能力が非常に高いんですね。単純にポリゴンの数で、プレイステーション2の2倍で、実際にはいろいろなこう表現能力を付加されてるんで、もう単純に2倍以上どころではない差が出てくると思うんですね。で、他にハードウェアとして2つ目の魅力として、イーサネットと、ハードディスクを標準装備している。で、イーサネットっていうのはモデムみたいなもんなんですけども、電話線のいわゆるモデムじゃなくて、ブロードバンドに対応したものということになります。これは日本の場合は NTT コミュニケーションズと、提携して、専用のこうゲーム用のね、ネットワークを構築しようと考えてるんですね。これはだいたい、パソコンの普通の電話線のモデムのまあだいたい30倍ぐらいのスピードが、安定した形でできるということで、非常にこう今までの、オンラインゲームの違うものを普及させようっていうね、すごいこうパワーを感じます。やっぱり将来的にはオンラインゲーム、これが日本でも絶対爆発的に普及しますんで、それに対応したマシンと、言ったところじゃないかなと思います。やっぱりこの前東京ゲームショーではセガの参入が発表されたんですけども、これは驚きましたですね。まあ、いつかはやるだろうなとは思ってたんですけど、かなりアメリカ、ヨーロッパのもうユーザーに人気のあるパンツァードラグーンとかですね、ジェットセットラジオとか、そういったこう渋いけどもすごい人気の評価の高いタイトルを持ってきて、とりあえず具体的には4タイトル発表したんですけども、全部で今11タイトル作ってる。これがやっぱりびっくりしましたね。で、やっぱあとテクモのデッドアライブ3、これがもうほんの 1,2 ヶ月でまだ開発は 10% ぐらいと言ったところなのに、
これはものすごくなるなっていうのがね、みんな実感できたんじゃないかな。あと日本の会社でやっぱりコナミはすごいですね。多分まあ海外を含めるともう、まあ、20本近く作ってたりするんじゃないかなと。これはまあ個人的な予想ですけど、すごい力を入れて、くれてると思います。他にも、海外ではエレクトロニックアーツとか、大手のゲームメーカー、小さな開発会社ほとんど全部参入してまして、日本ではまあフェニックスとかスクエアっていうのはまだ発表されてないんですけども、実際にはほとんどのもうソフトメーカーが注目して作っていくんじゃないかなと。すごい潜在力を持ってると思います。マイクロソフトっていうのはすごい会社で、今までこう負けそうになっても必ず勝ってきたんですね。で、今年は年末に、まあ、ゲームキューブであるとか、Xbox も出てきて、で、そういったソフトハウスに、そういったハードに対してね、セガがソフトをいろいろ出していったりとか、ものすごいこう面白くなるんじゃないかな。だから、アメリカからやってきてるわけですけど、日本のゲーム業界を元気にしてくれたらいいんじゃないかなと考えてます。以上、フラッシュバックニュースをお送りしました。次回もショーやイベントの情報をはじめ、ゲームに関することなら何でも取り上げていくのでご期待ください。